そもそも事件性があるかどうかだって今の時点では疑わしいのよ。仮に事件性を認めるとしても私たちが面白半分で扱うレベルの問題じゃないでしょ。ちゃんと調査するって具体的にはどうするのよ。お医者さんに話を聞きに行くわけ？教えてくれるわけないじゃない。医師には守秘義務があることくらい知ってるでしょ。じゃあ例えば事件の目撃者がいたとしましょう。その人がどう証言してくれると思う？目の前で倒れましたという言葉以外にどんな情報を提供してくれるのかしらってことよ。とにかく私そんなことには興味持てないの。部長と二人で調べたら？だって2の A の星原さんっていう固有名詞まで出てきているのよ。そんなこと新聞に書けるわけないじゃない。噂を助長させるだけでしょ。そんなことしたら。喧嘩になんかなってないわ。じゃあ私撮影しに行ってくるから。
して。ううん、私が悪いんだから。はいはい、判定しましょう。今のはこっちのお姉さんの方が悪いんです。そっちのお兄さんは悪くありません。もしかしてあなたが神岡さんですか？お噂は金がね聞いてます。いつもお姉ちゃんがお世話になってるそうですね。あのこの子は私の妹で、さやかと言います。神岡さん、お姉ちゃんをよろしくお願いします。さやかもよろしく。はあ、さやかに言ったんですか。紛らわしいから別の呼び方。さやかちゃんとかプリティに呼んでもらえません？こら、さやか、いい加減にしなさい。ごめんね、神岡くん。こら、やめなさいってば。あら、お姉さまはなんで怒るのかしら。さやか、何か怒られるようなこと言ったかしら。ごめんね、神岡くん、この子いつもこうなの。そう、お姉ちゃんは謝りすぎ。さやかの問題なのに、なんでお姉ちゃんが謝るのかしら。もう少しは静かにしてられないの？神経質なんだから、お姉ちゃんは。まあ、小心者のお姉ちゃんを理解していない神岡さんもちょっとだけ悪いかな。はい、なんでしょう。あなたじゃないの。あ、うん、神岡くん、やっぱり私が悪いんだわ。もうジャッジは下ってるのだよ、君たち。この件は解決したの。あとは、はい、握手握手。はい、OK。そんでもって、軽くキスでもしときましょうか。さやか、いい加減にしなさい。冗談だって。でもお姉ちゃんだけ弓倉さんって呼ばれるのはなんだか公平じゃないわ。ずっとこうだったんだから。二人とも名前で呼んでくれないかな。こら、敬語を使いなさい。それに神岡くん困ってるじゃない。ごめんね、無視しちゃっていいからね。意見は無視ですって。さやかだって最も素敵な解決案を考えた上での発言だったのに。じゃあね、お姉ちゃん、明日の放課後は中等部までよろしくね。神岡さんもまたね。ごめんね、神岡くん。あのね、明日の放課後、さやかの三者面談があるの。あの子、いい子なんだけど、ずっと
ずっとあんな感じだから、ちょっと不安なの。仕事の関係でずっと家にいないだけで、でも決して無責任とかそういうわけじゃなくて、ちゃんとホームヘルパーさんが週2回来てくれて、そのって何をやるんですか？例の意識不明の件について理事長からの説明があるようだ。説明ってどんな説明なんですか？せっかちだな。それを理事長が話すんだろ、東百合君。先生、質問よろしいでしょうか？はい、麻生君、なんだい？説明のために集会を行うほど特殊なケースなんですか？そういうことだろう。私も詳しくは知らないんだ。欲しいと思わない？3人が意識不明で倒れて、その後1日置いて全校集会よ。それだけのために中等部まで呼んで全校集会を開くと思う？本当に病気の類なのかしら。しっ、声が大きいわよ。そう思ってたわよ。でも全校集会でしょ？あっ、そろそろ理事長のお話が始まるみたいね。